はいどうも皆さん、バンザーということで、青ひげ海賊団の青ひげ船長でございます。皆さんよろしくお願いいたします。本日の動画なんですが、10月9日に行われた J2 第40節横浜 FC 戦についてね、皆さんからの感想や意見をいただきましたので、そちらをご紹介していこうと思います。横浜 FC 戦2対3と大分が勝利したわけなんですけども、いやーこの試合はですね、他のチームも注目する1試合だったんですよね。大分が先制して、その後横浜に追いつかれ、3点目は大分の10番野村選手がね、古巣相手にスーパーゴールですよ、ね、あのミドル、弾丸ミドル、もう野村選手もね、蹴った瞬間にはね、鳥サポの方に走ってましたからね。野村選手曰く、蹴った瞬間に入ったと。しかもですよ、あの距離なら左でもいけるし右でもいけると言ってたんですよね。いやーすごいし、よくあそこで決めてくれたなと、もう本当にね、感動する試合だったのかなと思います。ではですね、そんな横浜 FC 戦、この試合良かったのか悪かったのか、その評価をいただきました。こちらのデータをご覧ください。良かったが 98%、 悪かったが 2% という結果になりました。ね、615票も皆様ありがとうございます。もう圧倒的に良かったよっていうね、いやもうそりゃそうだろうっつってもうこの試合はですね、本当に面白かったんですよ。まあ両チームともね、このレベルが高い分、まあどういうサッカーになるのかなと思ったんですけど、お互いにね、いいところを潰し合って、そしてそのいいところを全面的に出していた試合ですよね。もう攻めては守って、守っては攻めてっていうね、その攻守の展開、その攻守の展開っていうのがすごく面白かったです。まあ、その横浜の強さに大分はどう戦うのかなと思ったんですが、まあ、なかなかねうまくいかないところはあったんですけど、まあ、でもその中でも勝ち切るぞっていうね、そういった気持ちが見えた試合だったんですよ。いやー非常にね、見ててこれはね、今季ベスト3に入るような試合だったんじゃないのかなと思います。で、決めたのがね、ベテランの梅崎選手、キャプテンの下田選手、そして大分のエース野村選手ですよ、ね、多くの鳥サポがね、野村選手のゴールを待ってただけに本当に嬉しかった得点だったのかなと。しかもあの時間帯であのスーパーミドル、やばいでしょいやすごく面白かったなと僕は思いました。ではですね、この試合について、皆さんからの感想をね、ちょっとご紹介していこうと思います。ではまず最初の方からですね、上り調子の今、横浜相手にどこまで食らいつけるだろうと心配していましたが、そんなの心配無用。梅崎選手の2試合連続ゴール、下田選手の美しいフリーキック、そして常に最高の結果を出してくれた野村選手のゴールで勝ち点3を見事掴んでくれました。新潟横浜まで倒したなら昇格しかないですね。次節ホーム最終戦絶対勝つぞっていうね、まあ、横浜 FC もね、ここ数試合3連勝ぐらいはしてたんですかね。ほんと上り調子だったんですけど、まあその中でね、大分がどう戦うか、お互い好調のチームの戦いですよ。まあもちろんね、そのチーム戦術的には横浜の方が上回ってましたよ。なかなかうまくいかない中でもベテランが結果を出す、これがね本当に今の大分いいところですよね。梅崎選手の2試合連続ゴール、まあ、その前の井上選手のクロスもねお見事だったんですけど、まあそこをねしっかりとヘディングで決めてくれる梅崎選手はやっぱさすがだなと。さらに2得点目、下田選手のフリーキック、まあ、その前にもね同じような場所でフリーキックあったんですよ。まあ、その時は梅崎選手、下田選手がねどっちか蹴るかっていうのがあったんですけど、2回目の時は、まあ、相手ゴールキーパーの動きを読んで下田選手がねあそこにしっかりとコースに入れるというね、いやーあのー、フリーキックはもう本当お見事だったなと思います。もう3点目はもう言わずもがなというとこですよね。はい、もうお見事しか言いようがないです。最高というね言葉があるんだったらもう僕もそれ使えますよ。はいもうほんとそのぐらいのね最上級の言葉をね、送りたいところではございます。でね、まあ新潟横浜ね、1位の新潟、2位の横浜、もうそこを倒したらね、もう大分からすれば昇格しかないですよね1位2位倒したんなら3位4位6位そのチーム全員倒せるんですよ。その力は今の大分にあるんですよ。で J1 入れ替え戦で勝てる力もあります。この勢いをね、保っていきたいですよね。で次節ね、ホームの最終戦となりますけども、山形にもしっかりと勝ってホーム最終戦をねいい形で終えたいですよね。ホーム最終戦、皆さんでねぜひドームに足を運んでください。では続いての方はこちら、勝って嬉しい
これまでプレスの強い相手にはなかなか点が取れなかったけど、相手より少ないチャンスで3点も取れたことは大きい。また守備面も相手フォワードに思うようにプレーをさせなかった粘り強さが光ったと思う。ただエキサイトしすぎ、勝てば J1 っていうのはわかるけど、倒れてる選手を無理やり起こしたり、プレーが切れた後に投げたり倒したりするのは違うと思う。確かにトリニータの選手にも落ち度があったところもあると思うけど、やってはいけないラインを超えていた。審判の方が収めてたから乱闘まで行かなくてよかったっていうね。まあ今までの大分ってそのプレスが強い相手に対してなかなかボールが運べない、まあプレスが来て、まあ最終ラインの方でボールを回したいんですけど、ロングボールを蹴ってワントップの選手に預けてっていうパターンが多くてね、そのセカンドボールを失ってっていうのが多かったんですけど、まあでもこの試合に関しては横浜のね、素早いプレスにしっかりとついていって、うまく剥がしてボールを運べていたので、まあそこはねすごく良かったなと思いました。今までの大分とはちょっと違うなと。で、守備に関してですよ、多彩な横浜の攻撃に対して大分はねしっかりとスライドしたりと集中して守ることもできてたんですよ。で、小出選手のお見事なブロックですよね。2試合連続のスーパープレー、小出選手今すごく調子いいですねただこの試合ですね、まあ、少し残念だったなっていうのが、まあ、後半戦あたりからちょっと試合が荒くなったんかなって思うんですよね。まあ、荒れるような場面ではなかったのかなと思うんですけど、まあでもやっぱね、選手からすれば本当にこの試合にかける思いっていうのは強かったと思うんですよね。で、その暑さが、まあちょっと違う形で出たのかなと。まあ大分の選手が倒れてね、時間がない中で焦る気持ちはあるんですけどね、まあ無理やり起こすっていうのはね、まあそこはちょっと、っていうとこです。まあでも本当乱闘までいかなくてよかったなと思いました。はい、続いての方はこちら。非常に高い集中力と緊張感を経験で乗り越えた試合って感じです。若さとパワーあふれる横浜 FC に時間が経つにつれて運動量やプレーの質でも押されていましたが、途中出場の野村選手が一瞬の隙をついてくれました。インタビューでも先を見せすぎずに一戦一戦戦うとのコメント通り、今の運動量では J1 ではまだまだ厳しいかもですが、プレーオフを勝ち抜くためには途中出場する選手たちの活躍が非常に大事なので、攻守に走ってより連携を高めていってほしいですっていうね。まあ攻守の切り替えの速さの横浜 FC、まあ、どんなところでもパワーを見せてくれる横浜で、ボールの出しどころがなかなか捉えきれず、まあ、大分はプレスをねなかなかかけるっていうのが難しかったんですけど、まあ、その中でね、まあ、横浜にこうパスをね回されたりはしてたんですけど、まあ、本当少ないチャンスの中で大分はしっかりと得点を取れたっていうのは大きいんじゃないのかなと思います。まあ、3点目のね、得点を取ったところですよね。横浜の選手が、ボールをロストしたところで野村選手がしっかりと取ってドリブルで持ち上がってあのミドルシュートというね、本当一瞬の隙をついて奪ったようなそういったゴールでございました。で、この試合ですね、やっぱピッチが濡れていたりとか、まあ、ピッチレベルに関しては、まあ、少しこう選手たちはやりづらそうだったなとは思ってたんですよ。で、後半ね足が少し止まる場面もありましたし、まあ、運動量と連携をもっと高めていけば本当 J1 で戦えるようなチームにはなると思ってますので、まあ、これからまたそこが楽しみかなと思います。なんかいいですね、どんどんこう大分が強くなっていくっていうのが見てて楽しいでございます。では続いての方はこちら、ベイソルサポです。大分のやってやるぞという気迫あふれるプレーに感動させられました。最後の大分の選手のインタビュー素晴らしかったです。 J1 で待ってますっていうね。いやー、レイソルサポさんありがとうございます。いやー、この試合ですね、僕生配信やってたんですよ、はい、YouTube の方で。そしたらですね、もういろんなサポーターさんが来てくれたんですよ、他のチームの。そのぐらいね、大分ね注目されてた試合だったんですよ。新潟サポーター、岡山サポーター、まあ、この試合大分を応援してたチームがね多く来てくれまして、いやー本当にね、大分頑張れっていうね、そういった声がね本当に嬉しかったなと思うんですよ。まあ、もちろんね自分たちのチームのために応援するっていうのもあると思うんですけど、まあ、それでもねやっぱ他のチームからトリニータが応援されてるっていうのが、なんか僕それがすごく嬉しくて、まあ、もちろん自分の好きなチームを応援していただいて、その中でもトリニータもね応援していただけたらなとは思います。はい、ぜひね今後もね大分トリニータの応援の方、よろしくお願いいたします。では続いてなんですが、こちらもざっくりざっくり、ご紹介させていただこうと思います。では行きます。相手の外国人選手のヘアプレー精神のなさに驚きました。どんな形でも勝ちは勝ちだからいい、悪いところは二の次、4位に行こう。まずはナイス勝利、野村選手の涙には感動しちゃいました。熱い男野村選手、来年もお願いします。もちろん J1 で。いやー、すごくいい試合でしたね。
サポー以外の人が見てもハラハラドキドキする内容だったんじゃないでしょうか。さあこの勢いと内容をそのまま維持して J1 まで突っ走りましょう。ホーム最終戦の山形戦には参戦します。皆さんホームを青く染めて応援しましょう。全体での守備が印象的でした。失点しましたがそれを全て帳消しにできるくらいいい試合。野村選手のゴラスと小出選手の神ディフェンスが本当にすごかったです。あと2試合勝ってなるべく上の順位でプレーオフ勝ちましょう。今年最後の現地観戦でした。京都から行って本当に良かったと思います。逆転ゴールの時もう感情がぐちゃぐちゃになりました。豪雨の先にプレーオフ圏の虹がかかりました。ナイスゲームっていうね、皆さんたくさんの、多くのコメントありがとうございました。いやもうね、僕はねこの試合の後野村選手のインタビューに涙させられましたよ。野村選手も涙してたじゃないですか。大分に来て思うようなプレーを見せれなくて、まあ、そのなんすかね、その責任感というかそういったところがね涙で溢れちゃったというかね、まあ、それを見てねやっぱ野村選手熱い男でもあり大分のこともね本当にこう思ってくれてるというかその思いというのが伝わったんですよ。それがね僕本当めちゃくちゃ嬉しくて、で高木選手のインスタグラム皆さん見ましたかね。あのバスの中でペレラ選手があの野村選手が泣いてるねあのインタビューの動画を見せてねえー、見て見てっつってで野村選手がもうやめてみたいな感じでね、あのシーンはすごく面白かったですし今の鳥にと仲いいなと思いました。はい、まあ、そんな次節ねプレーオフを狙ってる山形戦ですが、その山形をぶっ倒してやろうじゃないですか。ではそんな山形戦なんですが10月16日久々ですね、お昼2時からでございます。そしてホーム最終戦でもございます。なんかもう寂しいですよね本当に。もうホーム最終戦かと、ついこの間開幕したばっかりじゃないのかなという、そのぐらい錯覚するぐらいね本当に早かったなという、この1年間いろいろあったなと思いますよ。山形との通算対戦成績なんですが、大分9勝8分け10敗でございます。相性的にはまあまあっていう感じですね。まあ、前回対戦では1対1と、引き分けで終わってます。まあ、この試合にかける山形の思いというのはあると思いますよ。なんだってプレーオフがかかってますからね。プレーオフを確定した大分ですけども、狙っているのは4位です。熊本をね、追い越して4位に行きたいところなんですけど、まあでも油断はできませんよ。山形もやっぱ勢いはありますから、しっかりと倒して一つ上順位を上げていこうじゃないですか。今の大分の攻撃力非常に高いと思ってます。ホーム最終戦は解消できるぐらいの試合になってほしいなと思います。そしてホーム最終戦もちろん僕も参戦させていただきます。ドームでお見かけした際はぜひお声の方かけていただけると嬉しいでございます。もちろんその際は、ステッカーの方差し上げたいと思いますので、欲しい方がいらっしゃいましたらいつでもお声をかけてください。はい、ホーム最終戦はね皆さんとね一緒に盛り上がったらいいなと思います。いい雰囲気でいい結果でこの1年終えようじゃないですか。皆さんの応援絶対に力になります。ホーム最終戦をね勝利で終えれるように皆さんで応援していこうじゃないですか。絶対に勝ちましょう。ということで今回はここまでにしたいと思います。皆さん最後までありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。またね。